皆様ごきげんよう、てるてる百貨店になります。今日はですね、こちら、はい、スマートの12月号を購入してきました。ですね、今回スマートを購入した理由としてはこちらですね、ビームズの、バッグが、リュックがついてます。はい、こちらですね、前以前あのビームズの別の、ショルダーバッグ買ったんですけど、非常に質感とか、機能的に良かったので、今度はリュックが出たので、ちょっとこっちのリュックの方を、見たくて購入してみました。ですね、実際こんな形で梱包されております。ちょっといつもよりか梱包としては大きめで、内容的にも重そうです。なのでこちらをですね、開封して見ていきたいと思います。はい、それでは開封しましたので見ていきたいと思います。箱の中にはこんな形に折りたたまれて入っております。はい、はい、特に何もないですね。はい、それではじゃあ見ていきましょう。結構重たいですね。はい、じゃあ開けて、開封して広げてみました。かなりあれですね、重くてですね、質感は、かなりですね、ちょっとあるメーカーさんのポーターさんに近い、素材感ですね。はい、で表の方にビームズという形で、ロゴの方が印刷されてます。ですね、じゃあ大きさ的に見てみましょう。ですね、一番分かりやすくこちらですね、雑誌と比較してもこのぐらいの大きさですね。実際ここがマチなので、カバンの大きさ的にはこんな感じですかね。はい、対して雑誌こんぐらいですね。まあ、この雑誌がすっぽり入る大きさになります。ですね、正確な寸法については、概要欄の方に載せておきますが、まあ、雑誌のここにも書いてあるんですけど、ですね、38cm、27cm、15cm なので、38cm、27cm で、マチが、11cm あります。正確な、今お話ししました寸法につきましては概要欄の方に載せておきます。またこちらの雑誌付録に関しての、ウェブサイトも、URL の方を概要欄に載せておきますので参考にしてください。じゃあこちら現物見ていきましょう。表がこんな、形になってます。で裏面ですね。はい、じゃあちょっと外観の特徴的なところを見ていきましょう。まずここですね、ビームズのロゴが書いてあるところに、はい、チャックがついてます。はい、こんな形の L 字型のチャックがついてます。でこれ、ダブルファスナーになってますね。はい、でこのファスナーのここですね、このチャックの、これも結構、ごっつくできてるので、結構ですね、手に馴染むし、力強く開けることができますね。よくちょっとこの外のチャックがこうちっちゃいとやっぱり取り出しにくいんですけど、これはかなり私のこうつまんだ感じでも結構大きめですね、これ。はい、こちらのダブルチャックがついてます。で中身はここは特に、内ポケットとかはないですね。もうそのままになってます。続きまして、こちらサイドは何もないです。でこちらサイドに、ペットボトルとか入れられるポケットがついてますね。これよくこういうリュックとかにあるんですけど、まあ、ここにペットボトルが入る、ポケットがついてます。裏はですね、このぶら下げるタブ、ためのタブと、あとはリュックがついてます。こちらは長さ調整が可能な形になってます。結構はですね、長めになっているので、今これマックスですね、マックスになっているので、これ短くすれば、女性の方でも背負えると思います。裏は特に何もないですね、そのままです。はい、じゃあ次に、この上見ていきましょう。
ね、ここにチャックが一つついてるのと、あと裏にダブルファスナーがついてます。でこのダブルファスナーっていうのは、ですね、こちらのメインのところですね、はい、こちらのメインのところのダブルファスナーになってます。でこちらですね、これ何かっていうと、はい、このリュックの蓋ですね、蓋の部分に、こうやって何か入れられるようになってます。こんな感じですね。リュックのこの蓋の部分、蓋の部分のこの部分ですね、この部分にもチャックがついているので、例えばここに定期券とか何か、ちっちゃい小物が入れられるスペースがあります。なので外観的にはこの外ポケット、ペットボトルとか入るサイドポケット、あと上に、チャックがあるリュックサックの蓋になる部分の、ポケットという形で、外には3つのポケットがついてます。じゃあ今度実際こう開けてみましょう。ここメインですね。ここも先ほど言った通りメインもダブルファスナーになってます。はい、ちょっと見えるかなって感じですけど、中身は結構すっぽり物が入るような感じですね。っていうのはですね、バチがこんだけあります。ですね、雑誌、じゃあ収穫してみましょうかね。はい、この雑誌です。雑誌まではいかないんですけど、そこそこですね、11センチもあるので結構11センチで、横が27センチあるので、11センチ27センチの間違います。なので結構の荷物が入りますね、こちら。はい、でかつですね、中は、はい、ちょっと見えるかなって感じなんですけど、背もたれ側ですね、背もたれ側に、内ポケットが1個入って、ついてます。そのぐらいですかね。中については、普通の収納、普通の収納プラス、ちょっとカメラ映ってるかわからないんですけど、背もたれ側に、内ポケットが1個ついてます。はい、という構造ですね。こちら背も、これの蓋がついてる背もたれ側に内ポケットがついてます。あとはパカッとこう入る結構大きい、リュックですね。はい、以上になります。結構ですね、これチャックも優秀ですし、引っかかりもない優秀なチャックですし、結構大きさ的には、いいですね。はい、雑誌と比べてこのぐらいの大きさなのでかなり入ると思います。まあ、上待ちも見ていただいて分かる通り、雑誌の半分ぐらいの待ちがありますからね、結構入ると思います。でしかも素材がですね、かなりいい素材ですね。ですね、これもちょっと後ほど概要欄に載せておきますけど、結構ですね、なんか水弾くんじゃないかなっていう素材ですね。はい、こんな形のリュックになります。はい、こちらとこちらですね。はい、こんな形のものになります。今日の紹介はこちらのビームズのリュックになります。こちらは、スマートの12月号に、付録されておりますので、近くの書店もしくはコンビニで探していただければと思います。はい、以上となります。こんな感じで、雑誌の付録ですね、実際、こういった形で梱包されてしまって見えないものを私の方で開封して紹介していきたいと思いますので、引き続きご視聴いただきまして、こういう雑誌の付録の、レビューの参考としていただければと思います。以上となります。この動画が良ければグッドボタンよろしくお願いします。また引き続き、ご視聴のため、チャンネル登録もよろしくお願いします。はい、以上となります。またこういう雑誌でですね、なんか面白そうな付録がありましたら、レビューしていきたいと思いますので、引き続きご視聴いただければと思います。はい、以上となります。てるてる百貨店でした。バイバーイ。